アンナファン作戦は、オラニエコー・ウィレム一世の二度目の日、ドイツ5名、アンナフォーン作戦。作戦選コ校モーリッツとヘッセンホーハク、フィリップの娘、アグネスの一人娘で相続人だった。魅力的でもなく、足が不自由だという評判だったが、不愉な相続人として、多くの求婚者がいた。そのうちの一人、ウィレムの求婚を受け入れ、1561年8月に、 結婚した。アンナは落ち着きがなく、憂鬱症、暴力癖、自滅的絶望の間を激しく揺れ動いていた。ウィレムは、たちまち彼女の予想できない不安定な性格に、疲れ果て、アンナは、ナッサウケにも、市民たちにも不人気となった。アンナは、ウィレムとの子供を5人設けた。アンナは、自分の雇っている、弁護士、ヤン・ルーベンスと深い仲になり、 1571年8月に彼との子、クリスティナを産んだ。この軽率な行動は、クリスティナの認知を拒むウィレムの耳に届いた。ルーベンスは逮捕され、ウィレムはアンナとの間に生まれた5人の子供たちを引き離して二度と母親に会わせなかった。後、ルーベンスは釈放されて、妻子の元に戻った。アンナは、女子クリスティナと一緒にベールスタイン城へ送られた。 アンナの振る舞いは異常の度合いを増し、ナイフを手にすると危険なので、別室会たちはすべてのナイフを彼女の見えないところに隠さなければならなかった。クリスティナは母親から離され、異父兄弟たちと共に育てられた。ウィレムはアンナとの結婚無効を申請し、その後二度結婚した。アンナはドレスデンで余生を過ごし、三十三歳で死去した。夫ウィレムとの間には、 以下の五人の子供を設けた。ありがとうございます。